7月13日第43回救世軍オンライン祈祷会。聖書民数記6章25節。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。皆さんには自分のことをいつも気にかけて見てくれる人がいますか？神は私たちのことをいつでもどこでも気にかけてくださり、御顔を向けてくださいます。神を信じることの祝福は、神が御顔を向けて見守っていてくださることです。神が御顔を向けてくださることによって、神の光が私たちのうちに輝き、あふれる恵みを受けることができます。神の恵みを深く感じることが難しい厳しい状況にあるときも、神は御顔を向けて照らし、あふれる恵みを注いでくださいます。御顔を向けて光を与えてくださる神に感謝しましょう。また苦しみと戦っている人々のために、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるようにと祈りましょう。祈りましょう。今日の祈り。1、大雨で被災された方々の支援と復旧作業が進みますように。新型コロナウイルスの世界的感染が封じ込められますように。3、経済活動が支えられ、必要な支援が行われますように。天の父なる神様、お祈りすることができることを心から感謝をいたします。あなたは祝福の源であり、私たちに祝福を与えてくださり、輝かせてくださることを信じてありがとうございます。大雨の被害で苦しんでいる方がいます。神様、どうぞあなたの光が今照らされ、力を受けて復興に向けて歩むことができるように力を与えてください。新型コロナウイルスによる感染があります。どうか神様、これを封じ込んでください。神の栄光を見させてください。あなたがいつでもどこでも共にいてくださることを信じ、救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。